ここまで粘り強い戦いを見せている京都サンガ FC なんですが、今日敗れますと今シーズン初の3連敗です。同じく関西を拠点にするセレッソ大阪をホームに迎え撃つ一戦ということになります。豊川のクロス、これそのまま抜けていきました。ここは豊川のクロスそのまま抜けてコーナーキックに変わります。加藤睦月、左に開いています。ジョルディ・クルス下がってくる、これだところだ。最後これは若原に当たってゴールインしたでしょうか。セレッソ大阪先制。ポストの後でこういったオンゴールが生まれていると思いますし、まあ、奥の選手ですかね、奥の選手に当たってポスト、まあ、若原選手としたらちょっと不運な、はい、まあ、相手に当たってさらにポストに当たってっていう。佐藤から木下が狙ったボール、木下思い切って打ってきましたが、ここはサイドネットです。亀田選手はもう最初の抜きでシュートいけたんじゃないかなってとこからクロスの選択しましたね。速いボール出てきました、山中の左足。さあレオセアラ、ジョルディ・クルークス右足で打っていった。ここは若原です。相手はジョルディ・クルクス、左足のクロスが入る、レオセアラだ。枠を捉えることはできませんでした。セレッソの選手たちがゴール前に上がってきています。やっとレオセアラを狙ったボール、高いボール、キム・ジヒョンパンチング、豊川打っていった、ダイレクトで狙っていきました。豊川、ここはゴールキーパーキム・ジヒョン。さあ1点ビハインドの京都が5枚のカード先に使い切ってきました。川崎颯太、石見に当てて八千代、八千代から豊川切り返した、左シュートだ、キム・ジヒョン止めた。ここでファイナルホイッスル、アウェーのセレッソオンゴールの1点を守りきりました。